宇宙霊魂は、宇宙は全体として一つの魂を有する付き物であり、その魂は宇宙に偏在する原理的なものとなっているという考えに基づく概念である。世界霊魂とも、いくつかの思想体系では、地球上の生きとし生けるものすべては本質的につながっているとされ、魂が人の体につながっているように宇宙の魂、生命は宇宙とつながっていると考えられた。この思想は、プラトンのティマイオスから始まり、ほとんどのネオプラトニズムの体系において重要な構成要素であった。こう言わなくてはなりません。この宇宙は、神の先々の配慮によって、真実、魂を備え理性を備えた生き物として生まれたものである、と。理性によって把握されるもののうちでも、最も立派な、あらゆる点で完結しているものに、一番よくこの宇宙を似せようと、神は欲したので、自分自身のうちに生来自分と同族である、生き物すべてを含んでいるような、一個の可視的な生き物として、この宇宙を構築したのです。ティマイオス・プラトンの考えた宇宙霊魂は体の中に魂があるのではなく逆に魂の中に体があるのだというように定式化される。またネオプラトニストのプロティノスは時間の中に空間があると考えておりプロティノスの考える時間はこの宇宙霊魂にぴったり符合する。中世にはピエール・アベラールがプラトンの世界霊魂の思想を精霊の隠喩として解釈した。アベラールは、キリスト教の観点から、世界霊魂の思想を真面目に取り扱わなかった。ストア派は、宇宙霊魂が世界で唯一の生命力だと信じていた。同様の概念は、東洋哲学でもバラモン教のブラフマン、マイナスアートマンで述べられている。さらに、中国の陰陽家や日夜、総明理学でも気がこれに相当する。似た概念は、パラケルスのようなヘルメス主義哲学者やバールーフ・デスピノザ、ゴットフリート・ライプニッツ、フリードリヒ・シェリングに見出される。さらに、1960年代からジェームズ・ラブロックらが進めてきたガイア理論もこれと類似した思想である。ありがとうございます。